ここは新潟のとある町、エコの達人リバーバが暮らす町である。燃えるゴミの 40% が生ゴミ、その 80% が水分。もうどうしていいかわからない。ちょいとお待ち。難しく考える前にまず行動。食べ物を買いすぎない、作りすぎない、残さず食べる。気をつけます。それでも出た生ゴミは三角コーナーなどでできるだけ水分を切りましょう。そしてゴミ袋に入れる前にはできるだけ絞って無駄な水分を出しましょう。これをやるだけでもゴミの重量を減らせるわよ。ペットボトルの頭の部分を切ったものや使わなくなった CD などの穴にネットを通して絞ると手を汚さずに絞れるわよ。生ゴミは減らせるゴミの代表よ。